はい、田中90です。皆さん、7月4日って何の日かご存知でしょうか？そうです、世界最強国家ことアメリカが独立を宣言した、つまりアメリカ独立記念日なんですよね。で、それに伴ってなんと、見てください、星条旗ドローってのが来てて、大事なところで噛んだけど。ということでね、私たちの住んでる日本は昔ね、アメリカに分からせられてね、それ以降ずっと同盟国を貫いてる、そういうね、親米国家なんですよ、私たち日本は。そんなね、友達のね、独立記念日に、ね、言わないクズはいないよな、ということで今回闇ガチャね、引いていきたいと思います。いくぞ。ねえ、すごいよね、この闇ガチャね、すごい。このワシ、ワシ、うん、ワシだな、これアメリカの国章だっけな。まあね、要はね、メインテーマっていうか象徴するものがね、ワシっぽいんですよね。日本はちなみに菊っぽいです。で、これは、あー、アメリカ要素ある、ちゃんと。ほら、星星星星、この星の数が確か州なんだよね。だから年代ごとに増えてんだよな、どんどん州って。国家流せよ、ここ。国家いいだろ、流しても。著作権とかないでしょ、さすがに国家って。ここ国家流してほしかったな。なんかちょっとな。これ出た。うわ、全身アメリカおばさん。やべえ、これ。すごい、キャプテンアメリカ女版みたいな感じだな。アメリカ国旗って、そんな青要素強かったか。俺、赤要素の方が強いと思うんだけど。まあ今回はね、まあ何が欲しいっていうか全部当てる気でね、言ってるんで、もうこれはね、闇ガチャじゃなくてね、アメリカガチャだから。俺たちはね、アメリカに貢いでるだけ。そう、10枚配ったでしょ、前。それはね、やっぱね、同盟国へのね、感謝の気持ちをね、送れっていうね、日本政府の指示だったわけですよ。だから私は日本人として今ね、アメリカに対してね、お祝いしてるわ、すごい。で、これかっこいい、これかっこいい。アメリカがほら、ブラーって引いてるわ、これ。クソ強そう。うわ、すごい、もう俺は戦うぞと。もう戦闘国家アメリカらしい。これでね、次何の武器が来るんだ。どっちでもいいけどね、これ。 BK57 爆竹エディション。爆竹ってあるんだね、アメリカにも。なんか日本オンリーだと思った。これすげえ。くっそ悪いけど、くっそ悪いけど、ダセえけど、ダサかっこいいな。これはこれで味があるわ。もうね、今回ね、柿に文句言いませんよ。これで最後に LK24 ジャスティス、ジャスティーカール。え、これアメリカ国家なの、これ。え、この国家何、これ。今何、この今の謎の BGM は分かんなかった、これ。で、ちなみにムービーもね、流れる予定なんですけど、私の iPad Pro では流れません。この iPad Pro はね、11インチだっけな、そういう特殊な形状だから流れない説はあるわ。で、 iPhone SE でね、確認したところ、そもそも星条旗ドローの右側にビデオをね、押すボタンがなかったんで、 iPad Pro だけなのかな、特有のバグだと思います。はい、だからスルー。謎バグすぎるよな、マジ。何のバグなんだ、これ。これで来た、来た、アメリカ合衆国武器 LK24。 性能はキルがエフェクト付きで放送される、武器の射程距離を増やす、まあいつものやつね。はい、ということで今回ね、この LK24 ザ・ユナイテッド・ステーションを使っていきたいと思います。どうぞ。正直言うけどさ、この武器にさ、課金した人ってマジで少ねえと思うんだよな。だってさ、確かにさ、すごい冒頭で俺、同盟国のとか言ったけど、大体の人さ、ぶっちゃけ興味ないもん、アメリカ独立記念日とか。ねえ、だって、俺たち住んでるの日本だから。これね、本当に、もう俺はアメリカがね、もう好きでしょうがないと。アメリカマニアぐらいしか買わないと思うんだよな。これ。っていうかさ、なんか独立記念日アメリカだけ祝うのずるくね。なんかさ、まあ中国、ティミスタリオの中国とかさ、あとさ、俺たちもなんかさ、相当金貢いでるらしいんだよ、日本人って。あとインドとか、なんか課金額トップ5は全部さ、建国記念日みたいな、そういうなんか国にとって大事な日絶対あるじゃん、どの国も。全部やってほしいよな。なんかそのアメリカ、まあこのゲーム確かにね、確かにアメリカの会社が作ったゲームなんだよ。でも俺たち日本人だって支えてるんですかね、忘れないでください、アクティビジョンさん。ということでね、はい、まあそれは置いといてね、日本の場合って何なんだろうね。何の建国記念日って確かあったよね、日本って。それなのかな、多分。やるとしたら建国記念日がなる可能性は全然あるよね。うん、まあそれ置いといて、そう、アメリカパワーで結構ね、自分の気持ちは良くなってんだけど、チームが全然気持ちよくなさそうであるよな。で、まあね、こういうすげえと強いね、 LK24。 なんでそれ、もう怒りポンチだろお前。俺を撃つこと、それすなわちアメリカに敵対することと同じだお前。まあ、もしかしてソ連人か。
それは置いといて、ここで抜いてく。 LK2 をマジで強いからな。あー、ここどうしよっかな。 B をね援護したいけど、ぶっちゃけドミネーションってさ、俺マジ前半どうでもいいと思ってるんで、まあクラン戦とかのそのレベルまでわかんないけど、通常ランクマッチレベルだったらぶっちゃけさ、なんかさ、後半なんかやればいいんでしょみたいなそういうさ感じがあるんだけど、気のせい。これ美味しいな、これマジ、これ楽しすぎるんだけど。これはユナイテッドステッツパワー。当たったって言った、当たんの、もうあいつ当たんねえわ、あいつ当たんない、星の元で生まれてる。それ当たったのか、今の当たった、もう当たったのか。もうなんだそういう、あいつら当たる星の元で生まれてきてるからな、仕方ねえ。これ待っとこう、来るしよ、来るしよ。アナイアレーターガンマチとかゴミ。いや、やっぱそうだよ、あいつ当たらない星の元。そうそうそう、まあスナイパーかよ、いるよな、当たらない星の元に生まれてる人間って。いやー、あいつ大丈夫か。オッケーオッケーオッケー、やってやっちゃった、運命をねじ曲げてやったぜ。当たらない男に対して当てたわ。これで、まあ、A をね、取りたいよね。A じゃない、B を取りたいんだった。ボケったわ。ということで、いやね、このね、闇ガチャが当たって嬉しいんすよ、俺も。でもさ、これさ、すごい音静かじゃない？なんか、普通の LK24 よりか全然静かな気するんですけど、気のせいかな。なんか LK24 こんな静かだった、銃声。変わったのかね、アップデートで。アップデートで変わったのかもしんないけど、こんな静かじゃない気するんだよな。もうスキーはね、いや、あのさ、走ってるところがさ、その USA のところが隠れちゃうの微妙だな。もうちょっとなんかもうアメリカ感出していいと思うわ。もうなんで俺犠牲なんだよ。やっぱ旗取らない方がいいな、これ。ドミネーションでエリアを取るやつは情弱という説がある。これやってーの、ちゃんと復讐は忘れねえ男だからな。これやってーの、 LK24 純粋に強すぎる。 LK24 が純粋に強え、マジで。この上やりてーよな、この上の野郎をね、俺は妨害する。やってーの、うん、俺はすごい楽しめてる。でもチームが勝ててるかって言われたら微妙だよね。まあいいんだよな、正直。ランクマッチとかね、自分が楽しむもんなんで、自分さえ楽しめてれば OK。自己中心的な男、田中90。今なんでボケったの？やべえ、今のボケは。今のボケはやべえ。でもまあ C 取ったからいいんじゃね？これ VTR も出ちゃったし、前半で。前半出たとか勝ちだろ、これもう。後半勝ち決定っすね。これアメリカ合衆国プレイできるな。ひたすらもう空軍力でゴリ押すっていう。世界最強国家アメリカの力を見せてやるか、こいつらに。このスキン持ってるやつマジで俺だけ説あるわ。動画でネタにする人もあんまいねえんじゃねえかな。うん、だって日本人だもんね。さっきも言った通り、アメリカが独立した人か全く興味がない人が多そう。ぶっちゃけ俺もね、調べて、ああそうなんだ、アメリカ独立記念日って今日なんだってなったしね。今日ではないな、明日か。ちなみにアメリカ独立って結構ね、あの最近のことよりことのように。お、勝った。これ A も取れたらやべえぞ、これ。これやべえな。これはアメリカプレイ。圧倒的な軍事力で、空軍力で倒す。これはアメリカプレイ。これはアメリカ銃。LK によって元何の銃なんだよ。これ、やばい、これ。オッケー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 。これ勝てるっていうか、もうこれ勝ちでしょ、これ。ロボット出すわ。これ来てるな。やばいやばい、やめろ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 。あー、なんだこいつ。こいつプライスタイだっけな、スキン。そうだな、これプライスタイのスキン。プライスタイってね、いるんだけどね。これ確かイギリス人だよ。アメリカ人ではないはず。これやってーの。もう絶望だろ、相手。お、下手なキルストリークよりか、スコアストリークよりか強いと噂のアナイアレーターさん。あ、今当たんない？エイムが悪すぎる？はい、エイムが忘れすぎて意味なかったわ。いやー、ロボットかよ。相手もアメリカかよ、これ。これ相手、アメリカの敵といえばロシアじゃん。ロシアだと思ったんだけど、相手もアメリカだったっぽい。ここやめないよ、使わなくてよかったわ。使わなくてよかった、今の。なんで今の勝つんだよ。これ待って、これもう、これ、おかしくれ。いや、これやばい、これ打たない方がいいな、これ打たない方がいいわ。ロボット使えねえんだけど。ロボット使って、これはね、さすがに湧かないっしょ。マジで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 、嘘でしょ嘘でしょ。やばい、やばい、負けるよこれ。やばい、もうマジで負けるよ、マジで負けるよ。待って、俺40キルしてる、これ今回40キルして俺負けるの、これ嫌なんだ、嫌なんだけど、嫌なんだけど。なんで世界最強国家ことアメリカが負けなきゃいけないの。俺は負けねえ。アメリカってのはね、負けねえんだよ。負けたことはね、まあ、ちょっとだけあるけど、ちょっとだけあるけど、本土に攻められて負けたことはないはず、アメリカは。つまり、世界最強国家ことアメリカが負けるなんて許されない。バンされる、このゲーム。このゲームの運営はアメリカだから。あの、みんな知られてないけど。あの、開発は中国だけど、運営はアメリカだから、アクティビジョンっていう。待って待って待って、お前ら、お前ら正常期に近いよ。は？ナイスナイス、お前。さすがアメリカ軍人。絶望的状況でも、負けを見過ごせない。いいね。ということでね、今回ね、アメリカ合衆国の、ね、独立記念日を祝いしたドローを引いていきましたが、まあ一言言います。ぶっちゃけアメリカに興味ない人は買わなくて OK です。
じゃあ今回こんな感じで終わりたいと思います。お疲れ様でした。おつ。